2020年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙は2020年アメリカ合衆国大統領選挙に向けて民主党の大統領及び副大統領指名候補を選出する手続きのこと大統領候補に指名されるためには全制約大議員3979人のうち過半数に当たる1991人を獲得する必要がある現職大統領は 一期目を終える共和党のドナルド・トランプであり、事実上二期目を目指す同候補の対立候補を選ぶ予備選挙となる。カリフォルニア州の予備選がこれまでの6月上旬からスーパーチューズデーの3月3日に前倒しされた。またナインティ1 9のアメリカ国内での感染拡大を受けて、オハイオ州をはじめとした多くの州、地域で予備選挙や、 党員集会の日程が延期された。いわゆる有力候補者として扱われていた候補は、今回合わせて29人に達した。そのうち、最初の党員集会、予備選挙である、アイオワ州党員集会が開かれる2020年2月3日、時点で、選挙活動を継続していたのは11名。4月8日に、バーモント州選出上院議員のバーニー・サンダースが、 選挙戦から撤退し、全副大統領のジョー・バイデンが、指名獲得を確実とした。6月5日には、バイデンが、大議員数の過半数に当たる1991人を獲得し、指名獲得が事実上確定した。8月11日、バイデンは、カリフォルニア州選出上院議員のカマラ・ハリスを、大統領選民主党副大統領候補として起用することを発表した。 アメリカ大統領選挙において主要政党の副大統領候補に女性が起用されるのは1984年の民主党、ジェラルディン・フェラーロ、2008年の共和党、サラ・ペーリンに次いで3人目、黒人女性が副大統領候補に起用されるのは史上初となる。8月17日から4日間の日程で開催された2020年民主党全国大会の2日目に、 民主党大議員による大統領候補指名投票が行われ、バイデンが民主党の大統領候補として正式に指名された。3日目には、ハリスが副大統領候補として正式指名され、同日に指名受諾演説を行った。最終日、バイデンが指名受諾演説を行い、これによってアメリカ大統領選挙の民主党政副大統領候補が正式に決定した。 など、現在予定されている民主党の予備選挙と、党員集会の日程2月3月3日3月10日3月14日から17日4月7から17日4月26日から28日5月6月7月から8月下記の日程で予備選挙、党員集会が行われた。ありがとうございます。